コンドームを作ってる岡本とあの相模オリジナルの2社があるんですけど、コンドーム会社の人に話を聞いたんですけど、すごく薄いゴムを作るんですけど、その薄いゴムの配合が最後はおっさんが決めるっていう、はその湿度とか温度とかによってで、その混ぜたゴムが固まった時に、 この薄さでピんとした弾力があるという状態は、その温度湿度とそのゴムの質によるので、そのおっさんがこう混ぜながら配合を決めるらしいんですよ。ので、そのおっさんの調子が悪いと、性質も下がるっていうのがあって、結局最後は人かー